ちゃんとショートケーキの日というのがね設けられています。これがね、まあこれがいつと思いますか？ユースケ的電気。はい、全国のユースケ的電気ファンの皆さん、こんにちは。ということで今日はこんなメッセージをいただきました。こんな商品を見つけましたが食べる気がないので食べてません。ユースケさん、よかったら食べてみてください。ということでこちら、パパンポテトチップス、いちごのショートケーキ味、パッパラーン、ゴーイ小池屋。はい、ということで小池屋思い切りました。アホです、小池屋。完全にやってしまいましたね。ポテトチップス、期間限定でございますが、いちごのショートケーキ味ということでございます。ショートケーキの日っていうのは、もう実はもうすぐございまして、前もねこんな感じでやってたんですね。いちごのショートケーキ、あのショートケーキの話で、ショートケーキの日っていうのは、毎月22日です。毎月です。毎月22日、カレンダーで見ると22日の上が15日になってる。いちごが上に乗っとりますっていう話で、いちごのショートケーキと言うんですけども、ポテトチップスにしました。なぜしたんですか、小池屋さん、そんなことをね。でも小池屋さん、そんな小池屋さんが僕は好きですよ。はいはい、ということでオープンしてみましょう。国産とちおとめいちご使用。とちおとめ、さちおとめとか、なんかそんないろいろありますよね。なんかよくわかんないですけど、はい、国産とちおとめいちご使用。いちごの香りが口いっぱい広がるいちごのショートケーキ味に仕上げました。サクサクな食感のポテトチップスと甘いいちごのショートケーキの味わいを、あなたもぜひお試しあれ。うーいちごちゃん、じゃあね、はい、ということで、オープンしたいと思います。オープン。おお、あのね、ポテトチップスの味、匂いするんですよ。でもショートケーキの匂いがするすげえ。見た目はね、本当に見た目は本当わかんないです。はい、こんな感じ。普通の、もう見た目は普通のポテトチップスでございますよ。匂いはね、匂いは本当にポテチとショートケーキみたいな。はい、ということでいただきます。はよ食べろってな、ちょっと勇気いるよね。あー、そう、なるほどね。第一インプレッション、なんて言うたらいい、この初期衝動っていう、これ入った瞬間にショートケーキの香りもありつつ、ありつつですよ、ありつつのポテチ、バリバリ言うんやけど、なんかショートケーキの香りがあるかなっていうのはある。でも噛めば噛むほどにポテトの味がしてきて、そしてポテトチップスの塩分の感じが口に残る。だから何食べてるかよくわからないというか、なんか飛んだ。うん、甘酸っぱいんですよ。要はまず口に入れたタレっていうか、かかってるフレーバーというか、いちごの感じと、ケーキの甘さというか、生クリームの香りと、その甘さが口の中にひっつくんですけど、まずは、あー、ポテトやんみたいな。あー、でもすごいなんか、わかんないですけど、うん、いって、まあ、あかんか、ええか、わからんけど、これはもうネタでしょ。もう多分これは、小池屋さんは、まあ、僕並びにね、その、こういうのを紹介したりとか、何これっていうのを求めてる人にとって、食べてみろよ、俺、みたいな感じで出してきたんでしょ、これ、きっと。でも、これなかなかびっくりする。これ多分、こう、置いて楽しむもんですよね。何それ、ショートケーキ味みたいな。そんな感じだと思います。まあ、でも、ポテトチップスと、ケーキ、まあ、この、冬ね、クリスマスパーティーとか開くじゃないですか。で、クリスマスパーティー開いたら、やっぱりこう、ね、ポテトチップスとかお菓子類をこうね、ポッキーとかこう並べたりするじゃないですか。鳥とかね。で、ここにちょっとさらにこう盛り付けるときに、あとケーキとか。その時にほら、ポテチ、ショートケーキあるじゃん、ポテチがあれば。ショートケーキいらないじゃない。バッてこれ袋ごとこうやって置いとけやから。
バンと置いときゃさ、あ、ケーキ、あ、ケーキ分かってないけどね、あのケーキのポテトチップスがあるわみたいな。混ぜたみたいな、ママ混ぜちゃったのみたいな感じでございます。ということで、まあそんな感じで土地乙女仕様でございます。なぜそこまでしてそのね、国産土地乙女いちご仕様、そのこのこれのためになぜそんなちょっとメンブランドもののいちごを使ったんですか、小池屋さんみたいなね。そこまでやる気な、本気で、なんか楽しみをこう遊びる心がある、ポテトチップスだったと思います。ということで、ポテトチップスいちごショートケーキ味でございました。それでは皆さん、ありがとうございました。シャー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 、すごいね。はい、ゆうすけ的電気はチャンネル登録、コメント、高評価、どん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 募集していますので、ね、下の方にね、この下の欄にコメント、リクエスト、質問と何でも気軽にお書きください。それからツイッター、アメブロ、フェイスブック、ツイキャス、すべて含めてゆうすけ的電気、よろしくお願いします。下の説明欄にリンクいろいろ貼ってますので、スマホの方はこちらからよろしくお願いします。奏でても奏でても聞こえない事もある。奏